一芸ラジオ亮です。山内です。よろしくお願いします。お願いします。劇団の話をしようかなと思うんですけど、はい、まあ、何度かご登場いただいているこんちゃんが何を隠そう、もともと劇団員なんですよね。そうですね、はい、苦い思い出です。まあ雪村さんもいるので、まあ、ちょっとあの指導的なところからこれってそういう世界のものだから話してます。そんなんでいいんですか。一芸、一芸。はい、じゃあ何年前ですか。2002年とか。いや、1年か、うん、2001年、2年あたりですか。そうだね、はい、劇団ね。で、もともとこんちゃんは、はい、演劇には興味あったろ。そうだね。でも演劇って言っても僕は興味あったの。なんかそういう V シネ的な、あ、うん、V シネ好きだった。小沢仁志、竹内力的な、うん、そういう部分があれだったんで、だからなんかああいうそういうのとは全然かけ離れてましたけどね、うん、まあね、そりゃそうだろうって話。そうですね、行ってみないみたいな話もね、うん、一回だけ行ってみたらね、なんか人数が足りないかみたいな感じよくある、ね、よくある話でね。で、気がついたらいつの間にか、うん、ね、旗揚げ公演やってたっていうね。気がつけば ね、おかわ役ね、カードカードですね。まあもうまだかフィードアウトしてんだけど。でもさ、俺も全然知らない世界を体験したわけだけど、まあ、主催だったんだけど、そういうの知らなかったけど、なんか不思議なその稽古の世界、まあ演劇の世界で当たり前だけど、エチュードっていうのがあったでしょ、うん、その場でそのシチュエーションを考えて、うん、それやっていくっていう、あれはさ、本当に稽古になるの？あれはあれですか、そのセリフ飛んじゃった時とか不測の事態に対応するための度胸付けじゃないですかね。ああ、まあ度胸付けだ。アドリブでこのなんかね、そのつなぐためのそういうあれ。でも俺そういうのってね、天性のもんだと思うけど。うーん、まあ分かる分かる、そうだね、うん、だからなんかいろいろ言うじゃん、なんか演技の方法がどうたらこうたらみたいなさ、うん、メソッドがどうとかさ、うん、言うね。でももっとそれは最終的にはその役者さん本人の能力なんじゃないとか、俺は最近そう思うようになりましたけどね、なんかね、うん、もちろんそのなんかいろいろ努力はあるんでしょうけど、うん、なんかね、演技の方法で、うん、みたいな。いや俺もね、思うんだけど、なんか結構さ、劇団の人たちさ、毎週稽古してますとか、稽古とかやるけど、それよりも、なんかいろいろと、いろんなもの見て、人間観察とかして、いろんな勉強して、知識とか、そういうので、人間としての幅を広げた方が、もういいんじゃないかなと思うんだよね。あとは、もちろんその営業力って大事でしょ？いや、でもね、じゃあそういうのって結局、演技するっていうのも大事だし、そういう同じ志から集まった仲間とやることの、そのやる場所の居心地の良さみたいなのか、そういうのがやっぱりあって、なかなか抜け出せなくなってしまうっていうのがあるじゃないですかね、やっぱりね、うん、だから俺もそこはそうだったんだよね。だ、毎回じゃないけどさ、結構飲みに行ってたもんね。そう、毎回行ってましたよ。毎回来たよね、終わった後にさ、うん、そうそうそう、だからそのサークルじゃないけどさ、そうなんだよね、うん、だからやっぱりね、そのなんでしょうかね、やっぱこう1500円だっけ、あれ1500円だったり2000円だったりでもね、やっぱ買ってもらった人がお金払ってる以上、払われてる以上はね、プロなわけだからね。そういう部分で、まあ一言で言うならば、もうなんか常に身内乗りだったみたいなね。そうだよね、身内で成り立ってた。そうそう、だからアイドルの世界と考えたら、いや似てますよこれ。だからね、あのね、結局だから一番危険なのは身内乗りなわけですよ、うん、あ、蜷川幸雄が言ってましたよね。同じ客にその自分の芝居二度見られるのはあんま好きじゃないと、うんうん、なんでかっていうと、その二回見られるものじゃないからと、うんうん、でもそういう、だからやっぱりね、だからそういう部分で身内乗りってやっぱり楽だからね。楽だよね、うん、で例えばなんて言うんだろう、そういうあの人出てきたみたいな、あの面白い人みたいなとかさ、うん、そういうさ、もともとの先入観みたいなのがあるからさ、うん、絶対みんなこの笑うところは笑ってくれたりとかさ、うん、ね、うん、してくれるけどさ、やっぱだからそういう部分でやっぱりあれだと思うよ、身内の理由ほど。でも大体の劇だってそうじゃん、うん、
そうだね、客来る客なんてさ、だってさ、うん、劇団員がさチケットってピアとか売ってない限りはさ、うん、やっぱりね、ピアとかでも今売れるけどさ、ピアとか売ったとしてもやっぱり買う人ってみんな、うん、知ってる人 だ,、ね、だけなんだよ、うん、でそうするとそこにエンターテインメントっていうか、そういう本当の演劇が成立するのかどうかっていう話、うん、ただの自己満足なんじゃないかな、うん、っていうのはありますよね、うん、総合のサイトじゃないですけど、そういうのないんですか、いくつか、あの、いやもう本当にピンキリの劇団がいるわけじゃないですか、うんうん、で例えば都内ここでこういうやつやってますよとか、うんうん、っていうのはないんですか、その団体が載せようと思って載せてるのが集約されてるサイトもあれば、その個人の人がそういう小演劇が大好きで情報をかき集めて載せてるサイトもあるけども 100% ではもちろんないし、うん、協会がそもそもないんですか、ないないない、ない今日から劇団ですって言えば劇団になるし、そうそうそう、で影響力ある人もみんなアングラ的な発想の人たちが多いからそうなんだよね、だからやっぱりね、そのなんて言うんだろう、だってさ、それこそテレビ出てドラマ出てるし、演劇、まあ、演劇出身とか演劇をしてるわけじゃない、うん、だからもっとさ、そう考えれば脚光浴びていいようなジャンルなんだろうけどさ、うん、なんであんなになんかずっとこうね、なんか地下でこう、まあ、地下だよね、地下臭が半端ないんだろう地下臭はする、ね、本当に、ね、うん、その辺がなんかね不思議だよね、不思議だよね、値段は1個ありますよね、うん、全然ちっちゃい劇団でもやっぱり 3,4,000 あれさ、そう取らなきゃいけないので、それがおかしいよね、うん、あれこんちゃんさ、うん、そう、初演の時は2回目か忘れたけど、うん、一応なんかあのチラシかなんか、うん、時話題かなんかで配ってたよね、やったっけ、うん、なんかやった、モスバーガーとかにも貸してくださいとかなんか言ってたよね、あったあったあった、俺すげえなと思ったんだよ、それ営業としてやって、うんうん、でも劇団員の人ってなんかそこが抜けてるっていうか、まあね、そうそう、じゃああれなんだよ、あの演劇やる人って変な話だけどプライド高いんだよね、うん、そうそうそう、なんなのみたいな、うん、いやそんな100、200のとこでやってて偉そうにしてるあれじゃないっしょみたいな、その辺の近いぐらいだって100、200集めんだからさ、そうやね、うん、だからそういう部分では、だからやっぱりね、演劇の人があのテレビドラマとか出てくるの年齢が遅いっていうのはそういう部分もあるんじゃないと、あ、うん、やっぱりずっとそのなかなか抜け出せなくてさ、うん、でたまたまなんかそのね、有名な劇団出てテレビ局のプロデューサーが出てとかさ、うん、結局ね、でもそういう人たちいっぱいいるわけじゃないからさ、うん、その辺はもう運になっちゃうんだけどさ、だテレビに出て映画に出て初めては頑張ってんだねっていうことなんでしょ、だから演劇の世界でいくら頑張っててもそれは、うん、知られてないっていうか、その評価はない、みんなが知らない世界だからね、うん、その辺だよね、だからその辺にはやっぱりさ、アイドル界と一緒でさ、底上げっていうかさ、そのジャンルとしてさ光を浴びるところまで持ってかなきゃいけないわけだよね、うん、でそれをもう温度取る人間がいないわけじゃない、やっぱりさ、いないね、例えば仕掛ける秋元康みたいなさ人間がいないわけじゃない、うん、で多分演劇やってる人たちってさ、そういうのにあんま乗ろうとする人種の人たちじゃないじゃないですか、アンダーグラウンド州がちょっと身についちゃってる人たち光浴びることを拒否するじゃない、うん、そうなんだよ、だからその辺だよね、うん、でも結局やっぱり外やる以上はさ、どんなアーティストとかもそうじゃん、歌い手の人もそうじゃん、その結構放送禁止用語とか歌ってるような人たちでもさ、そのメジャーのそういうレベルでやるとさ、結局はさ、なんかね、結構なんか今までは結構過激な発言してた人がさ、なんか青臭いようなことを歌い出しちゃったりとかさ、ね、それでしょうがないんだよね、やっぱ売れるってことはそういうことなわけだから、うん、だからそういうのをこう許諾できる人がいればね、うん、いいんだろうけど、でもやっぱ演劇界ってあんまそういうの少ないよね、少ない、うん、そういう部分で俺はね、やっぱ日芸コネクションの人たちはもっと頑張らないとダメだと思うんだよね、うん、やっぱり演劇界でさ、結構有名な劇団やってる人たちってさ、主催の人は大体日芸だったりとかさ、うん、そうだね、たま美術大学とかさ、そうだね、そういうさ、なんか名前があるところの大学出てるような人たちはもっともっと頑張らなきゃいけないんじゃないかな、うん、そのなんか肩書きだけでこう満足しちゃってるっていうか、日芸だよっていうね、そうそうそう、でもああいう人たちって逆に言うとコネクションがいっぱいあるわけじゃない、うん、日芸コネクションって結構やっぱね、うん、それこそさ、俺が前見てたさ、劇団コーヒー牛乳とかもさ、衝撃的な劇団の割にはすげえセット組んでたわけ、うん、でそれなんでかなと思ったら、やっぱ日芸の、うん、そのなんか生徒がその
徹夜に来たりとかして、でそういうでもそういうところから日芸はしかも放送系の人もいっぱいいるわけで、うん、だからそういう部分でやっぱりコネクション的にはやっぱあそこが一番さ総本山的な部分があるさ、だそういうところからだからやっぱコネとかないとさ、うん、ね、あるだろうね、コーヒーギリよく行ってたよね、そう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 、でも本当にだから、ね、セットすごかったよ、よくこのセット組めるなとか思ってさ、なんかその古い海賊船みたいなセットだったんだけどさ、こんなのあれでしょみたいな、キララプロジェクトのもうキララプロジェクトセット、まあ、キララはセットみたいなのがなかったからね、だから演出からセットいらないって言ってたからでそれから考えたらなんかうわすごい差だなって思ってね、セットって外部委託なんですか？いや、お金がないところは自分たちで端材とか買ってきて作ったりしますね、塗ったりして、だからそれが稽古の合間に公演とかね、まあ、稽古場でも作ったりはするんだけど、だそれでまたねやった感っていうのが出ちゃうんだよね、日曜大工感そう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 日曜大工感が半端なくなっちゃう、で器用貧乏したらどん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 高まっていくという、そう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 、でもキララセットはどういうのがあったっけ、テーブルとかじゃないですか。あのね、カードセットじゃねえよ。カードの時は一応俺の建築の専門学校行ってる友達に頼んでて。あ、そうだっけ。そう、いずれさんってこのラジオも出てたけど、うん、その人が、うん、キューブ状っていうか普通のその正方形の箱を作ってくれて、その箱をこう解体していくと椅子になるみたいな。うん。まあちょっとそういう小細工じゃないけどそういうのは したよ。なんかそういうのがね、セットとかそういうのが全く印象あとね、衣装とかありもので済ませようとしてたよね、借りるじゃなくて、そう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 、買うじゃない、俺だからあれあったもんね、なんかそうそう、衣装とかもさ、スーツとかも持ってなかったから、確か借りた覚えあったもんね、大工、だけど、だからそこにこれね、別にキラープロジェクトが良かったっていうわけじゃないけど、お金をかけてセットもやりました、衣装も揃いました、チケット代が4,000円になりました、うん、って言ってそれを売ってなんとか人が集まってました、うんうん、でそういうところで一応劇団芝居を見せましたっていう満足感で満足してる劇団も結構あるでしょ、うん、そうだね、でそれとかのきらみ赤字だろうからね、そうなんだ、ね、だからその辺だよね、うん、だから黒字がいいってわけでもないんだけど、うん、でもそれでなんか作り上げて やった感が出ちゃってるっていう、うんうん、そうだね、うん、しかも劇団の黒字ってこの公演やってトントンで終わったら赤じゃないですか、その 2,3、うん、ヶ月の稽古期間のみんなの人件費含めた上で黒字出さないといけない世界なのに、ね、プラス5万だやった黒字だって言えないですよね、そうだその5万はさ運営で使ったらもうさ一瞬でなくなるわけだから、ね、あと絶対に稽古だと飲みに行ってるからすげえ出てんだよね、だからねその辺のあれを感覚を変えていかないといけないけどね、うん、だからやっぱり俺はもうあれだと思うよ、演劇はさ、それこそキャラメルボックスなんかそれこそさ、なんだろうね、もっと売れてもいいような内容な気がするけどね、そうなん、まあ、言い方悪いけど当たり障りのない内容、ファンタジーの内容やってるわけじゃん、うん、で、なんかなんとなくミュージカルっぽい感じもありつつでもちゃんと演技してるみたいなさ、うん、キャラメルボックスなんかもっとこううまくやっていけばね、四季に、だそれこそ劇団四季に続くそういう劇団みたいのがないわけじゃない、ないね、日本ってない、うん、でそれこそなんか東京乾電池とかさ、まあなんだろう、そういう新幹線とかさ、うん、まああれも有名だけどさ、そこまでじゃないじゃない、そこまでじゃないんだよ ね、そういう部分でキャラメルボックスなんかはもっとこうね、頑張れば、だからね、ドラマとかでこの俳優のが気に入ったんだよって人がいて、うん、あ、この人ってもともとこういう劇団なんだよって、もうふーんって感じなんだよ、そうそうそう反応がそうそうそう、うん、劇団みたいなね、うん、いやだからどっかの劇団が頑張ってさ、うん、そういう部分でなんて言うんだろう、認知させない限りはずっとやっぱり売れる劇団はもうミュージカル系とかになっちゃうよね、もし、うん、売れたとしても、うん、お笑いかミュージカル系かみたいな、うん、だからそういうシリアスなやつやってるところはなかなかもうあれだよね、あと本当にもう衝撃に走ることでしょ、だからアイドルを入れて、そう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 、魂売るしかないです、魂魂売ってる劇団ってやっぱ結構あるの今、いや多いんじゃない、だからそういう部分では、だからそのアイドルを主演にするとかさ、うん、そういうのっていうのはさ、やっぱりある程度客入りが確定するわけじゃない、うん、でそうするとやっぱ俺的にはそれ見たら、やっぱこの人は多分あれなんだろうなって、金が欲しいんだろうなって、
演劇をしたいっていうよりも金が欲しいんだろうなみたいな、うん、でしかもさその自分の演出とかが通用しないわけじゃない、うん、そのアイドルを生かす演出をしなきゃいけないわけじゃない、そうだよね、その時点でその人演技、その人演劇人として死ぬわけじゃん、うんうん、だそういう部分ではなんか鼻につくよね、なんかね、うん、そういう人はね、なんか、うんうん、でやっぱこうコアな演劇人であってほしいんだけど、やっぱりだから、ね、うん、でも売れるっていうのはそういうことなのかなって思う、うん、鼻にはつくんだけど多分売れるっていうのはそういうことなのかな、うん、でアイドルを利用、アイドルも利用してアイドルを逆に今度はその人が利用してみたいな感じで、それでどんどん仕上がってくるしかないのかなって、うん、アイドルってやっぱそれだけの集客力やっぱあるんだ、いやあるでしょう、やっぱり特にやっぱりメジャーでやった人とかはやっぱりなんだかんだ言って、うん、ちょっとしたイベントとかでもね、やっぱりそのどっかイオンとかでなんかイベントやるにしてもやっぱね、200-300 ぐらいはパッと集まるからね、うん、だからそういう部分では計算ができるんじゃない、やっぱ集客に、だからでも本当にも多いよ、多いんだ、シアターグリーンなんかもう毎回いろんな舞台あそこやってるけど、あと綺麗になったんだけど、うん、もうみんな主演がアイドルばっかだよ、へえ、元 AKB、 元モーニング娘、元何々とかさ、そうなんだね、うん、だからそういう部分ではやっぱりなんて言うんだろう、売れていくっていうかさ、その飯食っていくためにやっぱりどっかでそういう背に腹が変えられるところがあるのかなってなるよね、うん、でもだからそういう出演者の人とか見てるとなんか何人かはこの人アンダーグラウンドだなっていうこの人アンダーグラウンドな人なんだろうなっていうね、だからアイドルを、うん、あの純粋に演劇をやりたくて出てるのかね、それともやっぱりお金、いや、まあそれは半々じゃない、やりたい子も演技やりたい、演技を勉強したい、でも絶対演技やりたい、女優になりたいってことは子は別に劇団に演技したいわけじゃないから テレビドラマで演技したいだけだから、でも勉強ですとか言ってるけど、あんまりなんかテレビ用の演技とあれとは違うからね、でそれこそそういうところでなんかこう空気読まずになんか、いや君メソッドがねみたいなとか言っちゃう人がいるとメソッドなんだよねこれが。だからちょっと変わった人多いよね、そういう人ね、それこそこの前なんか昨日ヤフーニュース見てたけど、あのなんだっけ、ノーネ なんだっけあの子じゃ、アマチュアの子、うんうん、あの子もなんかその今すごいなんか信頼を寄せてる人がその演技の指導の先生からだったの、その人もなんかそのメソッドみたいな、なんかで写真見たら、あメソッドって感じだった、女の人なんだけど、あメソッドだなこの人メソッドっぽい場合、メソッドってさ、ちょっと一歩間違えるとさ、なんていうか洗脳で、そうだ、そんなもん、そういうもんでしょ、うん、都市的なとこ行っちゃうでしょ、そうそう、だからそれでこうさせて演技として表現させるみたいなさ、うん、だから結局はなんか演技の手法とか言ってるけどさ、それはやっぱり最終的には超えさせるだけの方法論でしかないわけじゃない、うん、多分だから演技の方法っていうのはまたちょっと違うんじゃないかなって思う、うん、なんかでもあれだもんね、うちの演出家もさ、うん、すごく呼吸下ろす人と呼吸なんか褒める人ってなんかそうだね、分けてたよね、分けてた、やっぱりこうね、こうへこ引き激しかったやっぱりね、まあ、ちょっとこれ問題付けになっちゃうかもしれないけど、まあ、上に立つ器じゃなかったそうだね、へこ引きがね、ちょっと問題が勃発すると、そういう人たちってすごく優しくなっちゃうみたいな、でしかもそういうことを理論的に語るんだけどなかなかね、事前で理論的じゃないんですただの感情論で語るんですよ、まあ、嫌いはね、本当にもうやっぱり、汚点なんでしょ、いや汚点ですよこれもいやいや、まあやっぱりね、一番の敗因っていうか負けてはいないけどいやでも俺もね、いい経験したよ、20代で、そうそう、やっぱりいろんな、今だったら絶対にお断りするような人も呼び込んじゃったし、そうだね、うん、それこそりょうくんがね来た時は、ね、ネット見てきたっていうすごい俺衝撃受けたもん、だから人あの劇団にネット見てくる人がいるんだうん、それ本当にだからね、俺だからその時に初めてネットってすげえんだなって、怖えなとさすげえな、見てる人いるんだなと、でもう一人ね、いたでしょ、あいたね、あそこだ、ね、懐かしいね、 S 君がすごいくてね、まあなんかあれだったよね、面白い子だったよね、今思うとね、その当時はなんかあれだったけど、今思うとなんかすげえやばいな、やばいよね、ネタの方向じゃねえ自転車をさバーンって叩いてさ自分懐かしいぜ、うん、よく覚えてるね、
ああいう人がだから演出家になっちゃうとメソッドになっちゃうんですよね。あ、そうだね。でもあれはある意味本当の意味ではメソッドだメソッドの進化、あの化石がああいう演技だと思うんだよね、多分ね。すごかった。怒りながら笑う竹田さんじゃございませんか。そうだね。うん、ね、まあ確かにね、なんか今思うと。だからそういうのも入れちゃってたっていうね。でもそういうところがあったからこそキララっぽさがね、うん、キララっぽさがないかなとか言ってた。いやでも、うん、ネットっていうかね、パソコンとか IT 的にはやっぱ頑張ってたとは思うよ。いや頑張ってたでしょ多分、結構なんかあれはね、うんうん、今はね、もう今は自衛化すればあれだけどさ、うん、なんかあれだよね、すごいちゃんと作ったって感じよね。そう、うん、ホームページとかそのポスターとか、そうだね、チケットとかも、うん、それはちょっと力入れてた。そうだね。ただいかんせん脚本力と演出力が弱かったから、ね、いやまあ2人とも力がなかったし、2人とも相性が悪かった相性が悪かったみたいなね、うん、そうだね。だって1人だって怠け癖なんだもん。そうだね。だからみんなセリフも覚えてこなかったりとかね。そうだね。うん、セリフ覚えてなかったね、みんなね。ほんといつまでも台本持ってさ、練習しててさ、ね、量はすぐ覚えたんだよ。そうだ、ね、俺はもう基本的に最後最後まで、ね、覚えてないけど外しましたからね。そうだね。M さんはあれだったからね、あの俺には絶対言わなかったから、ね、言わなかったね。俺とよっちゃんには、ワイちゃんには言わなかった、ね、言わなかった、言わなかった、ほんと言わなかった。でもあのさ、あの本当に短い1年の中で舞台っていうものに立った時、うん、どんな感じ？どうですか、ね、自分が舞台に立つっていう。まあでもやっぱ気持ちいい部分はやっぱありますよね、うん、よくあのスポットライト症候群じゃないけど、うん、ああいうのっていうのは確かに分かるなって。だってああやってこういろんな人にバーって見られて、で特に笑いを取る役とかだったりすると、うん、より一層でしょうね、うん、あれは中毒になっちゃうでしょうね。そう、だからその中毒が多いんだよね。そう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 、お客さんに受けた、お客さんに感動を与えた、お客さんの、あの受け答えがあったみたいな風になると、なかなかそれで食ってるわけじゃないんだけど、自分は役者なんだっていうプライドがどんどん高くなっていって、うん、そうだね。だからそういう部分で、そういうのをこうなくすには、やっぱりいろんなものをこう常にね、うん、あれしていかないといけないっていう。いやだから役者だからこそ、やっぱりいろんなものを見なきゃいけないわけだからね。そうなんだよね、うん。そういう、でもそういう人がなかなかあんまりいないっていうのはね、いない、そういう人材がいないよね。いないね。だからそういう部分でやっぱ日芸ですよ。日芸ね。いやでも本当そうだと思うよ、うん、ああいうコネクションがいっぱいあるし、あそこを出た人たちがうまくこう演技界にこう行く人がいればだけどね、うんうん、そこで映画監督とか接点持てたりとかさ、そういう部分で仕掛けられることができるわけだからさ、うん、そうだよね。だからね、そういう部分で、うん、でもそういう人がいないとなかなかね、やっぱりあとお金出す人がいないとね。そうなんだよね、うん、秋元康がいてもお金出す人がいないとダメなわけだから、ね、そうだね。そうしないと仕掛けられないわけだから、うん、その部分でやっぱりこうそういう人を取り込めるかどうか、ね、うん、そのあのアイドル的な、うん、あのアイドルを持ってくじゃなくて、アイドル的な女優とアイドル的な、まあ、俳優、うん、ってやっぱ必要かな、劇団には。いや必要でしょ、やっぱりその花がないと。そうそうそう、花もそうだし、営利的というか営業的な部分を考えたらやっぱりそういう人たちがいればさ、うん、ね、そうだよね、客はある程度来るわけだからさ、うん、だから役者だから、まあ、そこもあるんだよっていうことやね。そうそうそう、だからそれを割り切ってもらわないとダメってこと、うん、だからそういう部分でお金をいっぱい当然入れてこないといけないわけだから、こうした人たちもいれるよ、うん、それをなんか魂売ったとか言っちゃいけないわありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。